こんにちは。今日はよろしくお願いいたします。お名前を、学校のお名前を教えていただけますか。神奈川工科大学と申します。神奈川工科大学、神奈川とつきますと神奈川県にある大学でしょうか。そうです、はい、神奈川県は東京都のすぐ隣で、一番有名なのは横浜なんですが、我々のある神奈川工科大学はちょうど神奈川県の真ん中辺に所在しております。そうですか、ありがとうございます。学校の特徴を教えていただけますか。そうですね、日本の大学って、それぞれみんな個性的な大学が多いんですが、私どもの大学は、比較的、規模は大きくないと、いわゆるマンモス大学ではなくて中規模の大学で、その分その学生一人一人に目が届くといいますか、そういうところが特徴といえば特徴で、工科大学というくらいですから、やはり、エンジニアの養成ということなんですね。それでエンジニアの養成っていうのは非常に時間がかかってコツコツと勉強していくということで、それぞれの大学がものすごく個性的であるっていうことではなくて、今やっぱりその個性っていうのは大事なんでしょうけれども、そのコツコツ積み重ねていって非常に安全安心な社会を作るということの方がむしろその社会にとって有用で、特別その飛び抜けたことをやるということよりは着実に進むというふうな、その理念で教育をしているということになりますね。ああそうですか。そうしますとキャンパスライフもどちらかといいますと皆さん静かに個々に、読書やなんて言うんでしょう、興味のあることに没頭される送り方をされてるんですか。いやいや、そんなことは決してなくて、やはりその10代後半から20代の若い皆さんですからね、学生は当然なんていうか勉強だけではなくて、キャンパスライフというのはスポーツあり音楽あり友達付き合いといいますかですね、そういうことが非常に大事だと思いますので、それぞれみんなその面ではちゃんとエンジョイしているというふうに思いますね。そうですか、はい、ご卒業されますと皆さんどのような道に進まれるんでしょうか。そうですね、日本という国はようやくその働くつまり就労するという方向で国も開き始めたと言っていいと思うんですね。ですから今までものすごく大勢その日本の会社に就職してどうしてるっていうふうな実績はたくさんはないんですが、ここ2年3年、留学生で日本で働きたいっていう人は100% 日本の国内企業に就職しているということですね。でどういうところが多いかっていうと、やはりIT 分野っていいますかですね、その情報産業、幅広い意味での IT 産業といいますか、そういう会社に就職しているケースが多くて、もちろんその例えば中国の方であればその中国との橋渡しといいますか、架け橋になるというふうなそういう会社、日本の今多くの企業は、中国はじめ東南アジアにその自分の会社を持ってるわけですから、そういうところとうまいつながりを持っていくと、もちろんマーケットとしてっていうこともあるんですが、そういうことでそのゆくゆくは本国で社員を採用してよりその増強していくというふうな目標を持った会社に大勢就職してうまくやってるというふうに思いますね。あ、そうですか、立派な大学でですね。最後のお伺いしたいんですが、神奈川工科大学工業関係を専攻にされていらっしゃいますと男子学生の方が多いんでしょうか。おっしゃる通りで、工学部あるいは創造工学部という、伝統的な、日本の産業を支えてきたその製造業の、エンジニアを養成するというふうなコースはやはり圧倒的に、男が多いというかもう9割以上。ところが少しその、ソフトなっていいますかバイオとかケミストリーとかそれからインフォメーション関係はやはり女性も大勢います。
今はもう300人くらいです。まあ、全体としては1割にもいってないんですが、まあ、女性の場合は少しいてもすごく華やかですので、キャンパスもきれいになりましたし、それなりにというか、そうですね、キャンパスライフは留学生なんかでも結構そのスポーツをしたり音楽活動をしたり、そういうクラブですね、サークルに入って活動している留学生がたくさんおりますし、みんなエンジョイしていると思います。そうですか。女性であろうと男性であろうと留学生楽しく大学生活を送れられるということですね。そうですね、はい、今日は大変ありがとうございました。どうもありがとうございました。